お金持ちになりたい。何をしたらいいですか？まあ、それはね、収入を増やして、支出を減らして、利回りの高い投資をすると、そういう話です。それしかない。なんか、なんだっけ、青空銀行っていう銀行が、めっちゃ普通預金の金利が高いらしくて、0.2% つくらしいんだよね。うん。なんかネット銀行らしいんだけど、うん。要するに1000万預けてたら、年間2万円もらえるということで、それまあ普通預金の中では一番高いよね。だからとりあえず青空銀行を作るといいんじゃないでしょうか。で、なんか自分の中でこれはいけるなみたいな投資を発見していくみたいなね。そういう感じになるかな。それができたら苦労しない。まあそれしかないからね、実際ね。金持ちになるって言ったら。一発当てるか、うん、そうだね、うん。仕事で一発当てるか、そういう地道な、繰り返しというか、金を稼ぐ、金を使わない。で、残った金を高い利回りで回すと。青空銀行チェックですね。青空銀行はね、アフィリエイトが残念ながらないからね。俺には1円も入んないんだけどね。1億円預けて入れたら、まあ、20万円もらえると。それ高いと見るか低いと見るかはあなた次第ですけどね。遊戯王カード通して破産したら有名になるっていっぱい仕事いっぱい来るから、遊戯王カード通した方がいい。仕事いっぱい来るか遊戯王カード通して破産したとき。うん。